驚かさないで、あなたを切り刻むところだったわ。学校は安全だと思っていても、いつ敵が襲ってくるかわからないわ。問題ないわ。学校の安全のためにしてることや、あなたのためじゃないんだから。私は人前で魔法を使うことはないけれど、シャドウたちはそうじゃない。すでに一度昼間にあなたを襲ったわ。すべてを知っているわけではないけれど、すでに私たちの知識や経験に反したことが起きている。うるさいし汚いし、さやかはよくあんなところで食事ができるわ。それに他にすべき重要なことだってある。もちろんよ、私を誰だと思って。ないわ。私があなたの食べかけを食べなきゃならないのよ。そんなことするくらいなら餓死した方が。いいわ。じゃあちょっとだけ。ありがとう。ニヤしないでよ。何考えてるか知らないけど、どうせエッチのことでも考えてるんでしょ。まあね、悪くはないわ。どうして私が学園に戻らなくちゃ。何も言ってない。
別に秘密にしたくて黙ってるわけじゃないのよ。難しい話じゃなくてね、私たちが守っている限りあなたをこっちに引きずり込むことはないわ。こんな人生誰にも送らせたくない。健太、どうする？なんでもない。大したことじゃないわ。ないでしょ。頭でも打ったの？ええ、闇の女王は封印されたわ。あなたのお金を。うまくいくなんて思ってなかったわ。でもあなたのおかげね。謝らないで。あなたは悪くない。あなたのためなら何でもするわ。大丈夫よ。もう一人の問題児もね。彼女はラッキーだったわ。そう言っていいかわからないけれど。ほら、みんな無事よ。あの人たちの方があなたは大切みたいね。
なたに会いたいって言わなきゃね。よさやか、やるならここで。え、こんな特技があったなんて知らなかった。私たちの話を聞いてないわ。やってもいいかしら。さやか、下がりなさい。危機は回避されたわ。うわぁ、ちょっと何するの。わかってるでしょ。私はただ、二人がラブラブしてる間にナイスな朝食を作ってあげたかっただけなのに。ラブラブ？さやか、あなた何か。ふふん、隠さなくていいって分かってるから。一言言ってくれればゆずきと私は先に出るから。二人のさやか。
なたが良ければだけど。違うの。私何を言ってるの。さやかよ、彼女のせいだわ。ケンタ、何も聞いてないわよね。だけで行かない。あの人たちは私たちがいなくても大丈夫よ。